皆さんこんにちは。近畿大学1回生国際学部の玉城光之介です。今日は僕が留学に来ているここラバン大学の生活について紹介していきたいと思います。 Hello everyone, I'm 光之介玉城。 I'm a student of 近大 University. Today I would like to introduce about my life in USルームツアーではないんですけど、その部屋の紹介です。部屋はもうこんな感じで、クローゼットがこの2つあって1人1つある感じですよね。でクローゼットの中は基本アウター系をかけてますね。自分はこっちの古着結構安いんで、衣服とかはあんまたくさん持ってこない方がいいと思います。で、はい、勉強机があって、これが一人分のスペースです。で、ギターは2本、自分の趣味で持ってきてます。で、ベッドがこれですね。一人一つ、配られてあるものなんですけど、最低限のベッドです。部屋から出たらこう共有スペースがあります。ですね。調理はできないです。レンジがあって台所があるだけです。テレビがあって、これは誰でも見れるやつです。でネットフリックとか YouTube とかもつなげれます。